バッファロードーター、メタルチックス、ヘイローオービットなどをやっています、シュガー吉永です。今日はアースクウェイカーデバイセスの強力な新製品、わたちゃんの、シグネチャーモデルのファズを、模したというヒズミタス。これを今日私がファーストインプレッションということで初めて演奏してみたいと、試してみたいと思います。じゃあまず踏んでみる。これね、この爆音でまだ歪みが 15% ぐらいなんですよ。この9時でこの状態で、これを上げていくと凶暴さが増していくんですけど、次じゃあ12時狂ってますけどね。なんかわたちゃん本人に聞いたんですけど、彼女のセッティングはどうやってるのって聞いたら、この何 S サスティーンは全開なんだって。でトーンを割と9時ぐらいにしてるって言ってるんで、トーンはちょっとわたちゃんのそのセッティングを参考に、私もトーンこっちに入れれば入れるほどローが出るんですよね。まあちょっとローが出すぎるとちょっとバンドの中で埋もれちゃうんで、ちょっと9時ぐらいしてますけど、そのわたちゃんの全開ちょっとやってみようかね。全開。凶暴なんですけど、わたちゃん、そうだ、わたちゃんといえばレスポールなんで、ちょっとレスポールでも試したいなっていう。上がる。そう、なんかこれ初めて、そう、わたちゃんから借りて使った時に、まずこのペダルを踏めば、わたちゃんのサウンドになるっていうのがすごいなと思ったんだけど、だからその時にちょっと気になって調べたら、なんかエルクをちょっと彼女が使ってて、ヴィンテージとか古いやつを。それをちょっとこう模したっていう話で、で、なんかいろいろね、個体差があって、わたちゃんのサウンドのエルクっていうのにするのにすごい近づけたらしいんだけど、まあそれだけあって確かにこれを踏むとわたサウンドになるっていうのと、あとやっぱ他の、私ほらこういうフーフリパーとか好きで他のファズも使ってるんだけど、明らかにこうキャラが違う。なんだろう、なんかこうブリブリしてる感じなんだけど、まあやっぱりサスティーンが永遠だよね。永遠。本当にずーっと、ね、永遠なんですよ。だから、あるじゃん。こう、サスティン永遠のやつ。なんだっけ？こういうやつ。あ、イーバーを使う。イーバーを使わなくても、永遠に弾ける感じが、ギタリスト的には、めっちゃくちゃ気持ちいいです。
ずっと伸びてるから面白いと思った。